吉田隼人は、日本中央競馬会の美穂トレーニングセンター所属の、騎手。兄の吉田豊も、JRA 美穂所属の騎手である。競馬学校、第20期生として卒業し、2004年に、騎士免許を取得。美穂の堀井正宏旧社所属でデビュー。初騎乗は、同年3月6日、中山競馬第一競争で、当選ルドルフに騎乗して4着であった。 4月24日の東京競馬第3競争で、スター・オブ・アディラに起乗し初勝利を挙げる。デビュー年はわずか3勝の成績に終わったが、2005年は23勝を挙げて、成長の後を見せた。また朝日ハイフューチュリティステークスに出走したアポロの、悟りはそれまで吉田が起乗し2002勝の後愛勝で、あったが、その時点での通算勝利数は26勝であり、 GI 起乗可能となる通算勝利数を満たせていなかったため、海老名正義に乗り換わりとなる試練もあった。翌2006年4月9日の中山競馬で中央競馬通算31勝目を挙げ、晴れて GI への起乗が可能となった。さらに、4月22日の福島競馬第11競争福島品馬ステークスをロフティエームで優勝し、重賞初制覇。 兄、豊の重賞初制覇は、1996年に行われたメジロドーベルでの半身3歳、ン馬ステークスであり、この勝利で史上初の兄弟の初重賞制覇が共に、ン馬限定の重賞となった。同年は60勝を挙げ、年間勝ち数で、兄、豊を上回った。2009年11月21日の福島記念で、 サニーサンデーで重賞制覇したが2着に兄、豊の東証白子が入り、吉田兄弟で初の重賞ワンツーフィニッシュを達成した。2015年12月27日の有馬記念をゴールドアクターで優勝し、デビュー12年目にして初の GI 制覇を果たした。2018年秋より、美穂所属ではあるが拠点を立党に移し、 関西圏を中心に起乗するようになった。2020年12月13日の阪神、ジュベナイルフィリーズを、蘇田市で優勝し、世界初の白髪馬の G1 制覇を果たした。また、翌2021年4月11日の大賀賞も優勝し、白ケマと自身ともに、初のクラシック制覇を果たした。2021年5月8日、新潟第 7R を、 アドマイアメティスで勝利し、史上39人目となる JRA 通算戦勝を達成した。2021年6月20日、札幌第 10R でラズルダズルに起場して、史上28人目となる JRA 通算12000回起場を達成した。2014年7月30日夜に、札幌市内の知人宅でその知人と口論となり、負傷した。 またその後知人側が刑事告訴したため暴行容疑で北海道警察での取り調べを受けた。これにより2014年11月26日に同年12月11日までの帰場停止を命じられた。このほか、白家まで初の重症症リバ場となったゆきちゃんにもデビューから4戦起帰場していた。ありがとうございます。